こんにちは。どうもいちごちゃんです。いちごちゃん、よろしくお願いします。今日は何をするんですか？英傑。ピンポーン。これはパパがやっているゲーム、英傑対戦。初めてやります。いちごちゃんのデビュー戦。今日はちょっと喉の調子が良くないな。うん。お、なんて書いてある？この君子中田中スピードが速いね。読みましょうか。どうやら武将たちはそれぞれの勢力を形成しているようです。孤立しないように我々もどこかの勢力と手を組みましょうと。まあ何色か決めましょうって話ね。さあまずこれ何色がいいですか？これでね、コロコロすんの。これで何色がいいですか？白。白ね、オッケー。じゃあ決定してください。よろしいですか？うん。はい、よろしかったら赤。手を組む勢力を決められたようですな。では彼らに書状を届けましょう。書状とは何でしょう？しまった、この書状署名が入っておりません。名前を決めてくださいということですね。さあ殿の名前を入れてくだされ。名前何にしますか？いちごちゃんにする。いちごちゃんにしましょう。主君名を入力してください。さあこれでコロコロしながら E で赤。うん、次チ。1、5。これはこれ、1回押して5があるでしょ。そう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 。いちごちゃん、まあ時間たっぷりあるんでゆっくりとね、間違えないように。これね、そっちカタカナだからもう2つ左。そっち。いちごちゃん。これいっぱい動くな。そうそう、コロコロがね。うん。よろしいでしょうか？よろしいですか？ちょっと待ってね。うん。オッケー。さあこの名前が記録に残りますので、うん、よろしくお願いします。決定しました。パチ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 。では届けてまいりますぞ。とはいえこの書状をどうやって届ければよいものか、とにかくしばしお待ちあれ。おお、オープニングムービー。何？あ、そうそうそう、ごめんね、読むね。ははは、そんなに構えなくたって大丈夫だよ。田中さんが武将に書状を渡せなくて困ってたから手を貸してあげたんだ。うちは、りょうきっか。ここで商売させてもらってるよ。りょうきっかって言うの？きっかちゃん、覚えた？うん。つまりは？書状を預かって主君と武将をつなぐ仲介人をやっている。こう見えて探索が趣味でね、割と顔は広いんだ。こんなわけでうちのところまで報告書を取りに来てよ。どう、キッカちゃんは？これはかわいい。かわいい。お、なんか出してくれるってキッカちゃんが。お、これが最初にゲットできたやつ。女の子はいません。女の子は、これが最初の武将だね。あと今回はスターターだから事前に分かってたんだっけ。次回からは誰が出てくるか分かりませんよっていうことです。よろしいでしょうか？なんで？さあ武将と繋がったからといってすぐに仲間にできるわけじゃない。今はまだ仮契約みたいな感じで、これから正式に仲間をする武将を選ぶんだ。そしてここで選んだカードが武将ゲームで使える武将カード印刷に貼れるってわけだ。成果獲得。これで赤を押すと印刷できる、青を押すと印刷じゃなくてバイバイって。
ここで変換を選んだ武将は縁石に変わります。縁石ってのは必ずどこかで役に立つもんさ。さてさて、本来は1枚印刷するのに1クレジットいるところだけど、1枚100円なのよこれ。少ないの？そう、今回は特別に3枚もらえるそうです。いただきましょう。キッカ殿は太っ腹ですな。今後も武将を仲間にするときは彼女のお世話になりましょう。では3枚の武将が印刷されるまで基本操作などの予習をしておきましょう。お勉強の時間です。武将の動かし方とカードを動かすと画面で動くね。武将同士画面で重なると戦いが始まってると。こうやって、そうで、あそこの黄色い枠、緑のやつが全部なくなったら撤退。撤退、負けというか、うん、一回回復するってことね。で勝つ条件は相手のゲージをゼロにする。あの緑がなくなっていくとこっちの方が攻撃できてるってことね。こうやって動かすのね。で、あれがもし全部なくなりきらなかったら、うん、より減ってる方の負け。うん、オッケー。武将カード3枚が全て配出されたようです。取り出し口からカードをお取りください。押してごらん。1回場所はここです。わかりますか？ここ？ん？そう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 、手突っ込んでごらん。噛まれるから。取った？よし、カード取れたね。ほ、この音はどうやら敵が近づいているようです。こうなっては戦うんだってよ。うん、あ、そうそう、自分でさ息吹きかけたらふーって言っちゃうから。さあ、まずは武将を登録しましょう。今日朝やってた9個までね、登録できますよと。合計9まで。はい、じゃあ置いてください。仲間にした武将だけでは6コストですが、じゃ数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7。うん、これ半分のやつは2個で1個ね、だから6個。さあ盤面に登録してください。カードを登録してください。はい、置きました。さっき6って言ってたのが6、わかる？上の方6ってなってるでしょ。うん、でちゃんと登録されましたってことね。ちなみにこれ今カード他のやつ置いても認識すんのかな。ちょっと一回置いてみようか。家から持ってきたカード、はい、置いてみてください。あー、まず1回目は最初に出てきたこれを使わないとダメなんですって。じゃあこれは次使いましょう。はい、はい、じゃあ赤ボタンで決定してください。自陣に部隊を配置してください。オッケー。シュシュシュってやるのね。ね、部隊の配置、まず最初にどこに置くかを決めてくださいってこと。うん、そう、まずどこに置きますか。まず真ん中はこうでしょ。はい、で、これはここらへん、うん、ここか、この辺で、これは一番、うん、で、ここだ、そこだ。オッケー、いいね。3枚のバランス配置。対戦です。さあ、まず説明が入ります。おや、どうやら敵は焦って動けてないようです。これはチャンス。今のうちに部隊を動かす練習をしておきましょう。まず今日は練習ですね。さあ、動かすと動きますよーと。で、ちっちゃいマップがあって、この真ん中の絵とこのあのちっちゃいマップね。ちっちゃいマップ、うん、ミニマップっていうやつ、あれの方がより細かい動きが見えますよと。 OK、うん、しかし部隊を動かすだけでは戦にならぬ。部隊を攻撃するのです。部隊の撃破ね、うん、相手の部隊と重なってると倒せる。倒せるね。で、この、うん、左に書いてる数字が大きいほど強い。うん、これだと、これは数字何？ 5。 こっちは？ 9。 だからこっちの9の方の人は強いってことね。うん、こっちも5。さあ、前に動かして敵と戦ってみましょう。さあ、2人倒してください。見て見て、
こうやって動かしてみて。チボちゃん、一回離れてごらん。で、これ。おお、できたー。これ今さ、表示が出たじゃん。今さ、この赤いのが溜まってる。赤いのが溜まってる。そう、溜まりきったらできる、今の。ほら、今。いちごちゃん見て。できますよって書いてる。そうそうそう。おお、上手上手上手。で、あとさ、今、真ん中のやつ動かしてたじゃん。ね、それずーっと動かしてると、白いの出るでしょ。それずーっと動かしてるんだよ。あー、二部隊。二部隊倒させてくれんかったね。乱戦をしないとダメでした。さあ、このまま乱戦を繰り返して、待ちなまえ。あ、あなたは。山賀竜兵学師範吉田松陰と申します。才能ある人は全てを知るべき。戦の真髄、僕の知る限りを教えしたい。松陰先生。先生ですか。懐かしい響きです。僕からは編集の説明をしましょう。ごめんね、こっから、ここの説明だって、ここさ、大馬さん書いてあるでしょ？これは、さっきのずーっと動かしてると白いのが出てくる。うん。オッケー？あ、確かに、先ほど仲間にした武将カードでも、それぞれマークが違っています。見てごらん、マークが違うでしょ？違う。それぞれの動かし方があるのね。はい、これが、馬のマークは騎兵って言います。騎兵？馬のマークは騎兵ね。うん。はい、じゃあ次、次の、まあ、動かし方だって。動かし方？まあ、見て、ずーっと動かしてるとあの白いのが出てくるのね。うん、白いのが出てくる。白いのが出てる状態で相手に当てると、うん、ダメージが入ります。うん、またあの白い状態で当たるのね。当たるのね。オッケー。俺はすごい。乱戦とは黒骨物にならないダメージござる。だがしかし騎兵を扱う上で注意するところもあります。注意するところ。迎撃、なんか槍が出てるね。うん、あれが槍が出てるところにこの騎兵があの白い状態で突っ込むと自分がダメージ受けちゃう。オッケー。あの槍には馬ね、うん、馬は絶対当てちゃダメ。そう、白い状態で当てちゃダメ。わかりましたか。うん。この槍は槍兵が持つものですと。そのまま槍兵の説明を始めます。あれが槍のマークね。槍のマーク、これが槍兵。言ってごらん。槍兵。オッケー。槍兵の場合はずっと絵が出てて、あれが槍の絵ね。で、あれを相手に当てるとダメージが入る。ダメージが入る。そう。ダメージわかりますか？そう。ドーンって。ドーンってくる。騎兵の迎撃と常に繰り出せる装撃の二段構え。敵部隊敵将に接触してると槍が消えてしまうので注意。槍を生かすには敵部隊と距離を取って戦うのが良いですね。と。理解が早いですね。さすが軍師を名乗るだけあります。いやー、照れますなー。では次、遠距離から攻撃できる弓兵の説明です。これが弓矢のマーク。うん、弓矢使ったことあるね、お家で。うん、これ弓兵。弓兵。オッケー。じゃあ次行こう。弓兵の動かし方。弓攻撃。そう、弓は止まってれば勝手に攻撃してくれる。そう、そういうやつ。そう、今はいないね。今は馬とかだけだから。遠距離攻撃できる兵士は一方的にダメージを与えられます。さあ、次はお待ちかね、近代兵器鉄砲隊です。鉄砲。鉄砲隊。これどこかいる。あ、いる。そう、これ、これ鉄砲隊。鉄砲隊。オッケー。鉄砲隊の動かし方、さっきやってたやつね。この手のとこ見てて。これね。そう。そうすると、鉄砲撃ってくれる。チュン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 って。チュン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 。5回撃ってくれます。鉄砲の残弾数。今、0ってなってるじゃん。0ってなってるうちは撃てないの。赤いのがぐーっと回ってくると、1ってなる。1。これでもう一回できるよね。シュ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 。そう。あれが1ってついてないと撃てないのね。で、0ってなったら他のやつを使う？うん、そうそうそう。お、射撃を2回だって。だからシュンシュンを2回成功させて。いけ、シュンシュン。マガジンが。オッケー。で、今まだ赤いゲージが溜まってるところだから。あ、溜まったよ。いけ、マガジンが。オッケー、できた。はい、できました。練習は必要ですが、鉄砲は強力ですと。近代兵器も良いが、日本最古の兵士を忘れては困る。塚原牧伝と申す剣豪について教えて信ぜよう。さあ、どれだ。今あるカード、どれですか。今あるカード、これ。それ、これ剣豪って言います。剣豪。
行きましょう、ハードを回すと剣がシュンってするのね。ハードを回すと剣がシュン、その 手元見てください。手元、うん、上にして、でこうしたら、そうそうそう、剣が出る。で、まあ、さっきと一緒でこの赤いゲージがはまったら出せるようになる。で、今こう赤いゲージが溜まってるうちは出せない。斬撃の発動感覚で、このゲージがね、ギューンで溜まって、全部溜まったら回せる。回せる。そう。オッケー。多くは固なる。ただ、剣を振るえ。お主の仲間にも剣豪がいるはずだ。斬撃アクションを試してみるといい。じゃあ練習です。2回成功させてください。これね、相手に近づかないとできないの。オッケー。1回だけピッてやればできる。オッケー。そう、そっちの方は相手に近づいて、お、できた。やり方わかった？そっちはくるってやる、こっちは縦に。見どころある若者だそうです。このまま流派の説明もしてやろう。ボリュームが多いな。流派ゲージ、舞台に対して編集アクションを成功させるとゲージが溜まりますね。こっちのゲージが溜まっていくって話ね。溜まっていく。流派ゲージが上昇します。消費して流派を発動する。なんか今スキップしちゃった感じがあるけど、はい、いいよ。親子の流派デージ3段階に分かれてるでござる。そうだ、流派は3つの方で構成されている。上位の方を発動するにはより多くのゲージが必要になります。では流派の発動方法を見せてやろう。発動方法、この紫色のボタンでやります。これを何回押すか。1回押したら1個目、2回押したら2個目、3回押したら3個目。見せたのはゲージを3つ消費して発動した3の方。一度発動させた流派は戦闘終了まで効果を発揮します。流派1つ発動させたらもう他の方は発動できないのでしょうか。いや、他の方であれば流派ゲージを再度貯めることで発動可能。うまく流派ゲージを貯めることができれば3つの方全てを発動できるというわけだ。今回は特別に流派ゲージを満タンにしてやろう。好きな方を発動してみるといい。はい、1回発動してください。さあ、何個ボタンを押すか。いちごちゃん、紫のボタンを何個押すか。流派発動。さあ、何個押しますか。2の方、2個ですね。オッケー。はい、できました。今お主がつけてるのは舞台の基礎能力を上げる舞台流派。流派は他にも種類があるのだが、それは戦いを重ねるうちに身につくだろう。まあ、やりながら覚えてねってことだね。無子の気配は、長いは無用、さらばだ。騒がしいな。何者かと思えば、初陣の若者であったか。ゲー、関王殿。全く見ていらねぬ。この関王が戦乱を生き抜くための戦い方を教えてやろう。拙者初陣ではないのですが、話を合わせた方が良さそうですな。四季とは何か、そして計略の手本を見せよう。四季とは、時間が経過していくと、あの、下のところが溜まっていって、そう、溜まっていった分を使って計略っていうのを使いますと。計略？技。あ、技？うん、技を使いますと。で、後ろに全部説明が書いてますよって話ね。武将によって計略内容も違いますし、必要式の量も違うのですね。しかり戦況に合わせどの計略を使うかを選ぶのも戦略だ。どの武将の計略を使いましょうか。計略しよう。武将を操作してアクティブ状態にします。だからどれを使いたいかを自分で触ります。使いたいやつを触って、ん、うん、どれか使いたいやつをわーっと触って、これになってる状態で赤のボタンを押すと発動します。発動します。そう、技が出ます。技、こうやってね、うん、こうやってその人の技が出ます。 OK ですか。うん、さあ、好きな武将の計略を使って敵を撃破するのだ。うん、さあ、誰使いますか。この人。じゃあ近づいていってください。で、赤ボタンを押す。そうするとこうやって技が出ます。これは味方の武力が上がるっていう、今この範囲に入ってた人が強くなる。そう、それでそのまま倒して、せっかくだから白いオーラ出そうか。オーラが出たら、あ、で当たる。鉄砲好きだね。
の赤のゲージが溜まるまでできないからね。オッケー倒した。鉄砲好きだね。好き？うん、うん、鉄砲好きね。今日弓しか持ってきないけど、新しい武将を仲間にしたら計略を確認してみるのが良いだろう。ではまた別の戦場で会いましょう。バイバイだね。うん、バイバーイ。バイバーイ。まさか伝説の武将カオに会えるとは。おお、また新しいの来た。ここに武の気配が残ってるな。今度は両方だー。愚か者どもが消えよう。あ、倒された。田中さんがやられまして。あ、田中さんがやられた。あれ、負けた。あとは頼んだ。と、とんでもないことが起こりました。すべての部隊が撤退してしまいましたぞ。おい、そこのお前、撤退した武将は事情エリアに戻すんだ。事情って書いてる。事情。あなたはまさか。そう、羽柴秀吉だ。撤退した部隊がどうやったら復活するのか教えてやるぞ。なんで負けても復活します。体力なくなって、撤退って出たら、あれを、ここに戻しますと。ここにしよう。そう。ここにすると、時間が経ったら、また復活します。一定時間で復活ね。うん、どんだけで復活するかは、そこに数字が出るんです。撤退して、今30。下げたら、残り25、24、23って、あれが0になると復活する。20、19、18、17、16、4、2、1、で復活と。で復活。そう。なんかこっちに返してると、時間が経ったら復活しますよってことね。戦場に放っておいても撤退した部隊のカウントは進むが、復活させるためには、一度ここに戻らないとダメです。だから撤退した部隊は事情に戻しておくのが間違いないってことだ。ここが事情っていうところね。うん。オッケー。あは、そんな時のために、とっておきの戦機を持ってきてやったぞ。戦機。試合で一回だけ使えるやつです。この右側にあるやつね。うん、使えるんですよ。あれ？一回だけ使える。そいつを使って復活カウントを減らすんだ。あ、やべえ、こんなことしてる場合じゃなかった。消耗品じゃないが大事に使ってくれよ。おー、素焼きをゲットしました。これを使えばいいのですね。戦機解放。いつでも発動可能で、青のボタンで発動できます。そう。そうすると、こういうのが出てきて、それに合った効果が得られると。これ分かったら、鳥ね。鳥ね。さあ、解放させてください。はい。はい。で、カードはどこに戻すんだか？そう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 。全部、全部、全部、全部。そうすると、時間が少なくなる。発生。ここで一番大切な勝利条件の話をしましょう。どうやったら勝てるか。相手のゲージをゼロにするのね。時間切れの場合は、いっぱい残ってる方の勝ち。うん。体力が減って、で、多かったら勝ち。では、相手の白ゲージ、相手を減らす方法ね。法上って言います。法上エリア。ねえ、この前に行くと、はい、一応やってごらん。同じように。あんまり届かないですね。そうそうそう。そこまで行くと、あのゲージが出てきて、一番上まで溜まると、ほら、あそこが減っていく。右上のところがね。うん。で、あれをどんどん減らして、いっぱい減らした方の勝ち。さあ、知力差にある、今度はね、この右の数字が、大きいほど、あれが早く溜まる。早く溜まる。あれがね。そう。この、1と10って書いてるでしょ？これで言ったら、6と、これは？ 9。右の数字。え？ 7。2。うん。この3人だったら、この子が一番早い。うん。うん。さあ、工場を1回成功させろ。さあ、工場ってどうやるんでしたか？あ、まだ、復活してないね。一人復活したよ。戦場が我を呼ぶ。はい、みんな出して。みんな出していいよ。はい、来ました。突撃。お、シャカシャカできるよ。左の子。さあ、誰か一人は向上しよう。オッケー。
さあ右の子回せるか。おお回せた、上手。おお入った、これが工場です。工場、うん、そうすると右上の相手の分がバンと減る。いいですぞ、こちらが押しています。お、この声は君の活躍、そして覇気に英傑たちがこうしているのだろう。そっか、今度は英傑効果。英傑がこう、そうだ、三千世界の英傑たちは常に我々の戦いを見ている。英傑がこうするまでの流れを説明しよう。3つのエリアがあります。これが後ろ、真ん中、前の3個に分かれてます。覇気、中央前方にいる、ここにいる人が一番大きく上げて、ここが2番目、この人は何もできないっていう感じ。この、ここね、ここが動いていくのに、ここにいた方が上がりやすい。ここだと2番目、ここだと回せない。で、これがぐるーっと回っていって一番いっぱいまでガンとなったら線が1個上がると。で、あの線を上げていって、あの線が相手のところまで行くと、この英傑鋼っていうのが出て、相手にダメージを与える。中央より前方の方が覇気が溜まる量は多い。攻め上がるほどに覇気は溜まっていくのだ。攻めれば攻めるほど有利になるということですな。な？な？その通りだ。逃げを得意とする僕には耳が痛いな。あなたは一体、今の名は桂小五郎。そんなことより戦はまだ続いているぞ。やられっぱなしじゃいられねえ。俺たち足軽の意地を見せてやる。怒ったよ、相手が。やれるか、いちごちゃん。あ、しまった、敵も動き出すようです。敵の城を落としましょう。敵の落城させよう。よし、頑張るぞ。うん、いいよ。相手のさ、城攻撃するのと、いちごちゃん相手の方に行って、うん、相手の方に行かないと敵攻撃できないよ。なっちゃって、前行こう、前行こう、前に行こう、うん、前に行こう、前に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 、全部前に、全部前に。バカチンガー、もう全部前に出して、全部前に出して全部前に出して。シャカシャカしたいんだったら左の子だけシャカシャカして、あとはみんな前、あとはみんな前、そう、前に置いといて、置いといて。で、よーじゃ、左の子も前に来て、おっと、左の子が、オッケー。さあ、いちごちゃん、工場しないと。工場、工場覚えてる？あ、工場、あれ、違う違う、工場は前に行ってあのゲージを貯めること。じゃあそのさ、馬持ってきて、で、赤いボタン叩こうか。あの範囲にみんな入れて、オッケー、叩け、オッケー。これが技ね。化身となりて敵を打ち払う。そうすると強くなります。オッケー、惜しい。オッケー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 、勝ちました。シャカシャカしたいんだね、いちごちゃんは。殿、お見事でしたぞ。我らの勝利です。勝ちました。殿が主君としての一歩を踏み出したことを祝して、今宵は英傑たちと飲み明かしましょう。ジュースかな。乾杯。食べて。いやー、殿、昨夜盛り上がりましたな。いろいろな時代、英傑が乱入した時はどうなることかと思いましたが、この乱れに乱れた天下を治めるという機会はもう二度と巡ってこないでしょう。ならばここで天下を統一して、殿は日の本世界全時代、いや、安全世界の覇者となりましょう。安全世界の美女にも会いたい。はい、これにてチュートリアルは終了です。です。殿も今日からこの乱世を生き抜く英傑の一人、その名に恥じぬ戦いを期待しておりますよ。それでは、アデオス。アディオス。報酬獲得。お、もらった1000個コインもらいました。ありがとうございます。一
ちごちゃんです。アイミーと武将カードを取り忘れないようお気をつけください。ちょっと待ってよ、うん、ちょっと一旦休憩飲む。うん、何も食べてない。じゃあ、はい、はい、はい、新しいカイド、カイドっていう、わあ、こんな風になるんだ。いっぱいある。よし、わ、あ、いちごちゃん咳するときとかさ、うん、できればここ後ろのボタン、うん、ボタンあるでしょ。そこ押すと配信に入らないの。ここ今出てるでしょボタン。あ、違う、それじゃない、それじゃない、ボタンね。うん、それ押したらん、押して、うん、押した、うん、あ、じゃあ押し続けるんじゃなくて押した、押した、今これだと配信に声が入る。もう一回押して。うん、これどこだったっけ、ここだ、あれ、ここか、ここだ。うん、ね、こう触って。だってこれボタンが今出てるでしょ。この状態だと声が入らないの。で、これだから咳とかするときにこの状態にしといてほしい。で、咳もう出たなと思ったらもう一回ピッと押して、うん、これで声入る。うん、喋って、喋って。あー、あー、あ、入ってる、入ってる、オッケー。で、ね、ゴホゴホしたときも入っちゃうから、うん、この押してからゴホゴホしてほしいな。うん、え、ちょっと待ってね、パパのさ小銭がない、ちょっと待ってよ。どの子だったっけ。これこれこれ違う、これこれ、小銭がないと思ったら今日小銭入れ持ってきてなかったの。これ、はい、はい、ん？違うよ、はい、数字が9個になるようにしてよ。あ、まず、うん、あれ？何？100円入れてごらん。100円どこに入れるんだ？あ、ごめん。さあ、じゃあやりますか。で、この時は、黄色のボタン。あ、今入ってない。逆だった。OK。オッケー。黄色のボタンを押してください。黄色のボタンを押してください。